ああ、今日雨降ってんじゃん。まあ、小雨だけど、昨日学校に傘置いてきちゃったし、どうしよう。湿気で前髪もうねうねだし、学校休みたいな。ん？クラスのグループラインに LINE？ 今日は悪天候により、臨時休校となりました。いや、小雨で休校？そんなことある？めっちゃラッキー！おのおの自宅で待機すること。てか、なんでグループに先生いるの？招待したの誰？一瞬混乱したよ。よっしゃー、先生の顔見ないでセブン。あやべ、やらかしたな。先生いることに気づいてなかったな。イエーイ、ゲーセン行こう。待機って意味わかる？高志も先生に気づいてないの？絶対怒られるな。先生も今日の仕事終わり。遊び行こう。模範になりましょう。キャパイズってここで言っちゃダメだろ。わしもゴルフ行こう。校長先生バリバリ外出ようとしてるね。あとグループに校長入れないで。ちょうど今日サボろうと思ってたからラッキー。暴露してんな。先生も LINE 見てるんだよ。わしももうゴルフ場来てたからラッキー。サボる気満々だね。絶対元から行くつもりなかったでしょ。もう学校に向かってたんですけど。うわ、クラス会長かわいそう。すごいおとなしくて真面目な子なのに。マジやってらんねえわ。退学するじゃな。キャラ豹変した。小雨休校のせいで一人退学した。マジか、今日休みか。じゃあ、タカシに借りてた漫画明日持ってくわ。堂々と不要物宣言してるね。てか、この小雨で休校とか梅雨の間毎日休校じゃない？じゃあ毎日休校ってことで。適当だな。そうなったら嬉しいけども。今日休みなんですか？それは困ります。さくらちゃん真面目だ。本当にいい子だな。今日の給食大好物だったんで。給食も来てきたよ。かわいすぎ。ずっと楽しみにしてたのに。大好物の白米。毎日出てることない？今日じゃなくても食べられるよね。白米だと思いながら食パン食べることにします。白米食べたら天然すぎて可愛さ誤ってる。結婚した。先生本当に今日休校で大丈夫なんですか？余裕すぎる。チャラいな。そうですか、わかりました。じゃあ本来今日やるはずだったテストは延期ってことですね。そうだ、今日テストじゃん。まだやったらよろしく。楽しい。本当だ、今日テストだったな。忘れてたのかよ。わしは知りません。責任逃れすな。しかも今回のテスト全国学力調査だから延期できないやつだったわ。え、本当に大丈夫なのかな。やっぱ休校なしとかならないよね。もう完全に休みの気分なんだけど。みんな申し訳ない。ということで今回のテストはもうなしにします。いや、休校最優先。大事なテストより小雨休校。小雨万歳。まあなんか適当に点数伝えとくよ。適当でいいの？そんなラフな感じだっけ。イエーイ、これで先生の顔見ないで済む。あやべ、同じ鉄を踏まないで。学習能力ゼロなの？テストないの？ショック。めちゃめちゃ嬉しそう。顔文字ニッコニコだよ。本音出ちゃってるよ。ホールインワン決まった。ゴルフ楽しんでるな。てかホールインワンってすごいな。うわ、テストとかなって。君退学して数分だよね。もう大学時代懐かしんでるの？僕の点数100点にしといてください。やった、これでゲーム買ってもらえる。ご褒美目当てに点数捏造。チート技だ。僕もお願いしよう。ちょっとそれは良くないんじゃないですか？そうだよ、良くない。さくらちゃんが正しい。不正反対。ご褒美はゲームより白米がいいと思います。あ、そっち。どんだけ白米食べたいの？大丈夫だ、安心しろ。みんな10点にしとくから。何が大丈夫？10点とかいつもより高いからラッキー。先生、なんで小雨で休校なんですか？確かにすごい気になってた。今学校近くの道路で工事やってるから小雨でもぬかるむと結構危ないんだよ。先生今朝少し足滑らせて危険だと判断したんだ。つまり生徒の安全を最大限に考えた結果だ。先生めちゃめちゃ生徒思いじゃん。こんなにも生徒のこと考えてくれてたなんて感動したよ。あと普通にだるいし眠い。いや絶対こっちが理由だ。ちょっと姫様冗談でしょ。キスの前に目覚めないで甘かな顔して。